皆さんこんにちは、ゆにちゃんとしんちゃんです。今日は軽井沢のアウトレットショッピングプラザに来ました。来ました。ここは北海道の初めてですね。ね、人が少ないから小声になっちゃう。なんでちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。うん、回っていくよ。コロッケのコロッケって書いてあるもんね。面白い。絵がうますぎる。絵が似てる。でもあれ誰かの真似の時のだよね、あれ。種の羽だ。あの顔してるね。でもコロッケでいいあんな感じだね。あんな感じだっけ。なんかもうイメージがあれになっちゃってる。あれね。見てこの広さ。いいよね。しかも綺麗だよね。綺麗綺麗。ちゃんと整備してる。何よりね。そう。ここ、うん、繋いでるね。すごい可愛いんだよ。そうなの？本当だね。可愛いんだよ。そうでもちょっと高いんだよね。あ、そうなんだ。あんまり気軽に手は出せないんだけど、憧れのブランドって感じ。最近いいね。ブランド。あ、日向は割と暖かい。うん。キッズパーク。でも風吹くと寒いね、やっぱ。寒い。雪が見えてるもんな、そこね。バーバリーハイブランド多いよね、ここ。よくなんか、お前さ、大学の時にさ、うん、先生がさ、なんかバーバリーの服ばっか着てて、なんかその先生のあだ名バーバリーだった。それはそうなる。なんかよく、あ、バーバリーが来たとか言って。子供ビームスってなんだ。子供の服しかないのかな。おしゃれだね。おしゃれだね。初めて見たんだけど。おしゃれだね、本当に。子供ビームス見て、軽井沢駅。これさ、東京からどんぐらい着くの。どうだろう、1時間ぐらいかな。ね、どうやって来るんだろうね、そもそもね。ナイキ？ナイキはどこ行っても広いです。広いよね。人気だね。人気なんだ。アンダーマー？あるね、本当だ。広そうです。おしゃれじゃない、なんかこれ。何これ、1階、2階ってあんの？ミドルマじゃん。やばくない？すごい、ここ。すごいね。今あったんだね。あとで見たいな。ね、見よう。すごいよ。ちょっと広すぎて見切れないね。そうなんだよね。さすがに、うん、一日中入れるよ。いられるよね。永遠にいられるやつ、うん、永遠にいられるここにね。はい、今ね、タリーズコーヒーでなんだっけ、ハニーミルクラテのホットのグランデサイズをね、買いました。ね、姉ちゃんおすすめのね。そう、美味しいんだよね。タリーズ来たらこれはいつも飲みます。いつも飲むんですか。そうそうそう。なんかドリンクチケットさ、そう、職場の方からいただいてさ、507円まで無料で飲めますっていうやつなんだけど、見間違えて570円で無料だこれはって思い込んでグランでいけるとか言って頼んだらね、53円オーバーしました。オーバーしちゃって、なんだったんだ、謎の思い込みをしてました。じゃあ飲みたいと思います。飲みたいと思います。姉ちゃんが必死に説明しました。そう、今あったことを伝えたかったみたいです。伝えたかった。じゃーん、てこの広さ。広いね、本当に。さっきからまだ未だに一周回らないんだよ。マウンテナ広すぎてさ、ね、周り切りまてん、うん、こっちもあるか、だってそう、どうすりゃいいのこれ。なるほどね。でさ、あっちもあるんだよね。あっちね、そう
そう、あるよね。広い。どうやって回ればいいの、ここ。ね。ワンちゃんが駆け回れる。もう朝の8時ぐらいに来ないと回りきれないか。回りきれそう。でも10時ぐらいオープンは。ああ、じゃあ何時だろう。ねえ、ぴったり入ってこないと回りきれんじゃない。回りきれないよね。旅行に来てさ、うん、まず1日はいきなりアウトレットで1日いなきゃいけない。そうなるね。多分2泊3日しないと軽井沢満喫満喫できないと思うんだけど、ね、いいな、この芝生の上歩けるの。いいよね。アウトレットに来て芝生の上歩けるのいいな、うん、なかなかないよね。なかなかないよ ね。あそこのテラス何、あれも、あれもそうでしょ。うん、なんだろう、あれ肉って書いてある。肉ビストロ。何この落とし穴。軽井沢に落とし穴がありました。なんか埋まってない。危ねえ。何今の。わかんない。気持ち悪い。なんかネギみたいな。何だったんだあれ。わからん。いや広いね。本当広いね。うん、絶対見てもありきれない、うん、でもお家が高くなったらさ、この外のいいね、うん、全部ね。ちょっと寒いかな、うん、じゃん。どこだ、ファーマーズギフト買いました。いっぱい買ったよ、うん。ね、お蕎麦と野沢のお漬物を買いました、ね、信州名物、ね、たくさん買いました、うん、ではそろそろ帰るよ、はい、バイバイ。